はい、藤子です。今日は寒天とゼラチンの違いについてお話しします。ゼラチンは動物性のタンパク質です。80度未満の温度で煮溶かして10度以下にならないと固まらないので、冷蔵庫で冷やし固めます。生のパイナップルやキウイなど酵素が強いものが入っていると固まらないので剥きません。寒天は天草という海藻を煮溶かしたものです。寒天はよく火にかけないと固まらないので、よく煮溶かして使います。寒天は常温で固まるので冷蔵庫に入れなくても大丈夫です。参考になりましたら幸いです。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。